高山にやってきました。高山、ほらあそこにいるわ。見える？え、上ですか？あの上に乗ってるでしょ、これ。おっと、これ、あこれ高。あ、なるほど。ちょっと望遠レンズで撮ってみて。そうそう、望遠レンズで撮ってみて。高、これね。ちょっとね、スマホではちょっと分かんないかもしれないけど。カモみたいな。タマちゃんはアヒルって言ってたけど。カモみたいね。カモみたいだね。上がれるの？どっから上がるの？これ。え、上がれるの？でもなんかあれだね、上は何にもないね、ほら。上の天井とかは何にもない。これからかもしれないね。やっぱりさっきのほら、なぎなたぼこのあれ見たらさ、まだまだこれからって感じ。あれがね、そうなんですよ、このね、これがなかなか難しい。これが、これね。暑い。暑くなってきた、すごい天気。わあ、すごい。買うのに並んでるの、中見れるのかな、あそこ。ちょっと見せてもらおう。ここちょっと見させてもらおう。あ、すいません。え？え？まだ10？あれは何？あれは誰？鷹持ってる。鷹ショー？ブーツ履いて。今風だね。今風。こんにちは。ありがとうございます。縁の行者の見送り？血の輪くぐりあそこにある。なんでだろう。あ、本当。縁の行者山。縁の行者山は応仁老乱以前からの雪山で、ご神体人形は修験道の開祖縁の尾詰尊称、身辺大菩薩、縁の行者と、一
人こと主の神と葛城の神の三神で、縁の行者が人こと主神を使って葛城山と大峰山の間に橋を架けさせたという伝承を想起させる。正面に縁の行者が毛巣をかぶり、袈裟クワラをまとい、教官尺状を手に祠に座し、葛城の神は女神で手に輪法を、人こと主神は鬼型で、起業でいいのかな、起業でシャグマをかぶり、斧を携える。水引きはつづれ錦の妙手、西山勘七作の唐子遊びの図。二番水引きは萌木地龍門図に、正面に寿を織り出し、前掛けは沢ボタン胡蝶図を中央に、左右に雲龍文様の三枚継ぎ、胴掛けは真向かい龍文様、見送りは太中商人、将来の朝鮮軍旗で昇竜波頭文様の二枚継ぎを、紅地古金蘭安楽安切れで縁取ったものと、中国明朝の寛永皇朝で織られた金地から美人図ユーズと、それを昭和57年に復元新調した三種がある。蘭縁の黒漆塗りに高浮き彫り、雲龍と輪法文様の時金金具は見事である。平成20年、浅黄色と朱色の飾り房30本が復元新調された。宵山の7月23日には、本山修験宗総本山聖護院によるごま炊きが行われる。なんか鬼とかシャグマとか出てきてるんだったけどまたね、今はあるのかな、ここに。え？ビニールかけてるからね、なんかあれなのよね、見にくいんだよね。
エラハイボールのほうとしていただいてもすごい美味しいね黒主山、うんうん、今一番暑い時間帯じゃない？そうですね。ここも空き地に。ああ本当だね。うん、うわあ、こここれのところか。これがすごいほら。これあの人とか言って下がり富士あー本当だ下がり富士だねこれすごいこれねなんか黒の山陽極滋賀にちなみ平安時代の六花仙の一人大友の黒主が桜の花を仰ぎ眺めている姿を表す御神体人形は寛政元年1789年5月辻又七郎駒岩長作の銘を持つ山に飾る桜の造花はちまきと同様に戸口に刺すと悪事が入ってこないと言われる水引きは雲流文様の主鎮前掛けは万暦定行福平成元年復元新調と伝わり同掛けは宗家古町文様のつづれ錦昭和58年復元新調見送りは牡丹宗鳳凰文様つづれ錦平成15年復元新調と宝山市学紅唐子紀遊図平成18年復元新調の2枚が各年交代で用いられる後ろ掛けの飛龍文様錦入り刺繍も平成13年新調された人形着用の小衣装には延宝3年1675年在明の金字菊から草門金蘭こそでおよび聖徳元年1711年在明の萌木路地牡丹門色入り金蘭大口袴があり江戸時代初期在明の貴重なものであるなお旧前掛けの波頭飛龍図は16世紀の明中国の時代のもので琉球最後の君主庄寧王が死にあたる京の太重上人に献上した由緒あるものである。へえ、琉球最後の君主とか出てきますよね。え、恋山。あ、ここは何かな。なんかすごいににぎわってますね。あ、浴衣。何？
おはり箱って書いてる。なんだろう。でも多分わからない。なるほど、そういうのがね、かんざしとか売ってるんだ。そうそうそう、小山に行きたかったのよ私。小山で差し替えております。右側通行でお進みください。右の方の通路でお進みください。ありがとうございます。あれですか、前この十分かけたかった頃なんでしょ。そうです、この十分かけた時にずっと十分行ってた。いや、そう、去年も来たんだけど、ここすごかったの。で、ほら、あそこにキリシタン灯籠があるの。うん。これね、ギリシャの、そう、あとこれ左、ジンゴロウの鯉。ここすごいでしょ。すごいですね。ね。あ、今お参りですか。いや、ここだけはお参りさせてもらった。あ、ありがとうございます。いや、もうずっと歩いてるから、気の手だけいつもここ。うん、ありがとう。今でもそれこそここ農業とかでももう十分20年以上だから。今でも農事さんとかな。油こいで。山爺さん。山爺さん。いや、私ももう辞めて10年ちょっとなるから、10年ほどなるから、ここは全然多かった。鯉山、山の上に大きな鯉が跳躍しており、龍門の滝を登る鯉の勇姿を表している。この滝を鯉が登りきると龍になるという中国の伝説があり、登龍門の語源となった。前面に朱塗りの鳥居を建て、山の奥には朱塗りの小さな祠を安置し、スサノオノミコトを祀る。その脇から下がる白魔王は滝に見立てられ、乱縁その他の金具はすべて波頭文様に統一されている。山を飾る前掛け、胴掛け2枚、水引き2枚、見送りは16世紀のベルギーのブリュッセルで制作された1枚のケツズレタペストリーを裁断して用いたもので重要文化財に指定されている。最近ベルギー王室美術歴史博物館の調査により、その図柄はギリシアの詩人ホメロスの作イーリアス物語の一面で、トロイアのプリアモス王とその妃ヘカベーを描いたものと言われており、現在巡行の時には復元新調品を用いている。別に旧銅掛けとしてインド、サラサのものもある。こんなすっちゃん